FineTune Radio with Rachel Chan。 こんにちは、レイチェルちゃんです。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日のテーマは The Power is in Now、 今を味わうです。ラジオの好きな番組を選ぶように、自分が好きな人、物、ことを選び、楽器のチューニングをするように、心のチューニングができたらいいですよね。そんな心が1ミリでも軽くなる、リラックスする時間になれたなら嬉しいです。一曲お送りした後に皆さんのコメントをご紹介、そしてご質問にもお答えしています。こんな名前で呼んでねというのがありましたら、冒頭にラジオネーム〇〇ですと書いていただけたら嬉しいです。で、たくさんのリスナーさんがご参加くださってます。なのでぜひベテランというか常連のね、皆様も念のためにコメントの冒頭にですね、ラジオネームをお書きいただけたら嬉しいです。そして普通のラジオ番組のようにいただいたコメントは基本声に出して皆さんにご紹介していますので、もしこの部分は声に出さないで読んでねっていうのがありましたら、ここからは黙読でとか、このコメントは黙読でっていうのをね、冒頭に書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、今日のテーマ The power is in now、 今を味わう。この The power、 力ですよね。 is in now、 この本当の力っていうのは、パワーっていうのは今にあるんですよと、今現在ですね。 now、 今ですね。なので今を味わうっていうことなんですけども、私たちってその過去を振り返ってみたりとか、あるいは未来を心配してみたりとかね、締め切りに追われてとか、いろいろあると思うんですよね。あるいは過去のトラウマとか、過去の傷とか、なんか思い出とか、いろんなものに後ろ髪引かれたりとか、あるいはなんか未来を心配して今こういうことをしなきゃとか、この心が今現在にっていうね、今この瞬間を味わっているっていう瞬間が24時間の中でどれぐらいあるでしょうか。例えば朝ごはんを食べながら、わあこの目玉焼きいい感じだなとか、もう半熟具合がもう最高じゃん、あちょっとこの塩加減もいいよねとか、味わいながら食べる、うわ美味しいって思いながら食べてますか。それとも、あ急いで食べないとバスに間に合わないとか、あの電車に乗んなきゃいけないんだとか、わーって、あ急いで食べなきゃって、今日そういえばそうだ、あれもやってこれもやってとかね。あるいはですね、一緒に家族とご飯を食べながら、わこのご飯おいしい具合に炊けたなって、あ美味しいな、このお米そういえばどこどこの農家さんが作ってくれた美味しいお米なんだよな、うわ幸せ、うわってね思いながら食べているか、あるいはちょっとあなた早く急ぎなさいと、学校遅刻するわよとか、お弁当持ったとかね今この瞬間を味わうよりも、先の心配だったり家族の心配だったりとかね、いろんなもうやんなきゃいけないことがいっぱいあるので、それもねしょうがないことも多いんですけども、24時間では今この瞬間を楽しめてます、味わっていますっていう時間がどれだけあったか、ちょっとそれぞれの立場で振り返ってみてくださいね。子育て中のお母さん、お父さん、お仕事をしている、働いている皆さんね、勉強している学生の皆さん、どうでしょう、自分の今この目の前にあるものを味わっている、お茶を飲んでる時に 100% 心はここにありますかね、どうでしょう。片思い中の方だったら、なんか片思いしてる相手のことをずっと考えていてね、今目の前にあるハーブティー楽しめてますかね、どうでしょう。例えばね、資格試験があって、それに向けて勉強していると、でその勉強をしている最中に受かるかな受かんないかなって
その資格試験の未来の試験の本番を考えてますか、それとも今目の前にあるその教科書の問題に向き合ってますか、ね、この瞬間、ね、味わってますか、どうでしょう、うん、例えばね、今この例えば何をやってるかによって置かれてる状況によって全然違ってくるんですけども、少しでもこの今を味わう時間を増やせたらいいですよねっていうのが今日のテーマです。で、いつもメンターが言っています、エブラハムが言ってます、 The power is in now。 この未来こうなるといいなと思って、それに向けて目標立てて動いていくんじゃなくて、今この瞬間にそのパワーがあるので、望むこの目標ではなく今が一番パワフルなんです。じゃあ何ができるかっていうと、今この瞬間どの思考を選ぶか、今この瞬間どの感情を選ぶかが大事になってきます。じゃあ将来的には豊かになってハッピーになる、幸せになるっていうのが目標だとすると、この豊かさを得るためのこの環境を整える、例えば仕事を整えるとか、この資格を取ってこの仕事に生かしてその仕事で成功してではなく、今この瞬間豊かさだったり喜びだったり幸せを味わう方が実は近道ですよっていうお話ですね。で、この瞬間、今この瞬間、愛のチャンネルに合わせてることの方が、いろんなアクションをとって未来に向けて心配したりとか、未来に向けて準備するよりもがぜんパワフルですっていうお話を今日はしたいなと思いました。なのでいつも口を酸っぱくして言っています。朝起きて、まあ夜勤明けの人だったらその時に起きてですね、15分から20分間思考を休めて、まずは愛のコンセント、自分の本来の姿である 99.9% のソースと言われるその愛のコンセントに挿して、一回フル充電して高いところに持っていきます。そして一日をスタートさせて、その瞬間その瞬間いろんなシーンがありますよね。学校に行く準備、あるいは家族がね出かけるまでの準備とか、いろんなシーン、いろんな場面が、いろんな状況が起きてきますけども、まずは一回コンセントに挿してフル充電の高いところに自分を持ってった上で動き出す。で、多少ブレることもありましょう。エネルギーをね、削がれることもありましょう。でもですね、そのシーン、そのシーンで選べるんですよね、感情は。例えば、子供たちが思うようにね、この準備をしてくれない、ああちょっと早くしなさいよ、遅刻しちゃいますよっていうね、この焦りチャンネルに合わすか、あるいは子供たちもちゃんと心のコンパスをね、子供のコンパスをちゃんと内側にそれぞれみんな持ってるから信頼しようと、今日一日で焦ったりしないと、きっとね長いスパンで見てこういう経験もきっと子供たちのコンパスがしっかり作動してるから、子供たちだってブレる時もあるだろう、でもそれを信頼しようっていう信頼チャンネルに合わすか、その瞬間その瞬間で私たちはチャンネルの主導権を持ってるんです。見た状況、目の前で起きてることに関して心は動きます。目の前で起きてることに対してどのチャンネルに合わすかっていうチャンネルを選ぶのは私たちにパワーがあるんです。だから今この瞬間で自分がどのチャンネルに合わすかが大事になってきます。そして例えばですね、望まないものが目の前で起きてるとしたら、そのチャンネルに合わさずに自分は自分の安心チャンネルに合わしたままでいるぞっていう力は今ここ自分が握ってるんですね。自分の感情を選ぶパワーも自分が握ってるんですね。なので The power is in now っていうのは、今この瞬間にパワーがあって、将来子供たちがこうなるんじゃないか、これをねちゃんとしつけをしとかないと将来子供たちはこうなるんじゃないかっていう、この将来に力をね
しかも自分じゃない子供の将来に対して力を奪われるんじゃなくて、今この瞬間自分の感情に力があるわけです。なんで目の前でね、どんな状況が起きてたとしても、その将来の、しかもお子さんの将来ですよ、自分の将来ではないんです。お子さんはちゃんとコンパスを持ってるんです。そこにその Now, the power is in now っていうのを忘れて、将来を心配して不安だったり焦りだったり心配チャンネルに合わせてしまうんではなく、今この瞬間大丈夫っていうね、大丈夫チャンネルに合わす力は自分自身が持ってるんですよっていう話をしたくて、今日は The power is in now っていうお話をしました。なんで外側の自分の感情じゃなくて、外側のものにコントロールを奪われる、あるいは外側のものをコントロールしようとするよりも、今自分の感情を望む感情に据え置いて、望むチャンネルに据え置くっていうことに自分の真の力があります、っていうことをお伝えしたくて今日お話ししました。ちょっとね、抽象的なお話なんですが、この前にお話しした動画のね、メッセージ、そしてそのさらに前、一歩先でいいんですよと、一足飛びじゃなくていいんですよっていう話もそうですね。ぜひね、そのあたりを思い出してください。インスピレーション、直感を打ち消さないっていうね、少し前、内なる声に耳を澄ますっていう動画もね、改めて The power is in now っていう視点で聞き直してもらえたら嬉しいです。なんで未来の心配だったり、家族の心配だったり、誰かの心配、過去の心配、未来の心配ではなく、今この瞬間どのチャンネルに回してますか、そして今その瞬間をしっかり味わうことの方が未来への近道です。ぜひそれを覚えておいてください。 The power is in now、 どのチャンネルを今この瞬間選ぶか、そしてその感覚をしっかりと味わってますか、っていうお話でした。さあ、ここで一曲いきましょう。 Fine Tune Radio with Rachel Chan. Today's track is Velvet Moon featuring Cody Francis, What You Believe In. Can you tell me where to startAin't older and wiser, ain't older.
FineTune Radio with Rachel Chan. お送りしたのは Velvet Moon featuring Cody Francis 曲は What You Believe In でした。さあ今日もたくさんのコメントいただいています。ありがとうございます。サックさんって読むのかな、 SACK さんかな、体重も軽くしたいですって書いてくれましたね。これは一歩先でいい、一足飛びではなくっていうビデオ、あの動画についてのコメントですね。ありがとうございます。これね、あの体重軽くするっていうのは一見ね、運動だったり食べるものに関連してるって思われるかもしれないんですけども、ま、軽いとか軽くないとかは別として、自分の理想の、ま、体になるっていうことに関して言うと、この毎日口を酸っぱくして言っています。起きて15分間ですね、思考を休める、まあ、メディテーションだったり瞑想って言ったりしますけども、それを続けてください。そうするとこれを食べてみようとか直感湧いてきたりとかですね、あとちゃんとその 99.9% の本来の自分、まあ、コンセントに挿した状態だと不必要なものは出してくれるんですね、体が。なんでうまく循環させてくれるようになりますので、ぜひね、まあ、運動ももちろんいいですし、体にいいものをね食べるっていうのもすごくいいんですけども、あとストレスを減らすっていうのもいい、抵抗を減らすっていうのもすごく重要なんですが、朝15分起きてすぐですね、その思考を休める時間を毎日ルーティーンにしてください。そうするともうあの意識せずともちゃんと出してくれるし、循環していきますのでね、意外と皆さん見落としがちなんですが、それが何よりも近道です。でそれを続けることですね。でストレスを減らす、つまり抵抗を減らしてあげることにもつながりますので、リラックスする時間を増やしてあげてください。心が喜ぶような時間を増やすっていうのもとっても重要になってきますので、やってみてください。続いてアールグレイさん、下書きしたコメントが反映されませぬ、単語の問題かしら。あ、そうなんですかね。もしかしたらね、あの YouTube でもこういう単語はあまり好ましくないとか、なんかもしかしたらあるのかもしれないですね。レチさんの声、時々仲間由紀さんに似てますね。受験の例え、まさに同じことを感じてました。働き出してから資格の勉強してたのですが、自分に合う語呂合わせサイトを見てひたすら暗記してたら過去最高点で合格しましたよ。これは引き寄せも同じかもしれないと。願望は執着が強くて本を読み漁る傾向がありますが、最近やっと落ち着いてきて、私を助けてくれた語呂合わせサイトがレチェルさんのラジオなのかもしれません。あ、そうでしたか。ありがとうございます。仲間由紀さんってあんまり言われたことないですけど、嬉しいですね。彼女のね、あの声好きですよ。嬉しいです。ありがとうございます。続いてテレサトさん、レチェルさん、前回は質問にお答えいただきありがとうございました。無理に楽しむ必要がなく、そういう人たちは自然に遠ざかっていくっていうお話を聞いて、なんだか肩の力が抜けました。あ、ね、あの結構自分のチャンネルとまた定まってくると、これまでなんとなくお付き合いしてきた方で、いろんなチャンネルの方がいらっしゃるんですよね。で無理にね、全員とそのさまざまなチャンネルの人とね、っていう必要はなくって、まあ、自然とね、あの自然に集まってくるんですよね。なんでその、まあ、引き寄せの法則っていうのは、そういうあの同じ思考の人、同じ
チャンネルの人が自然と集まってくるんで、その自然の法則、まあ、重力と全く一緒で、重力に逆らって全然関係ないチャンネルの人たちと無理やり一緒にとかね、全然関係ないチャンネルの人と無理して付き合う人も全くなくて、自然に集まった人で自然に仲良くなるっていうのが本来なんですよね。なんで自然に逆らう必要はないですよっていうね、お話でもありましたね。リチェさんのように相談されたらこの本を5回読んでからにしてとはまだとても言えませんが、あこ笑い、当分私は私を一番の親友にして無理に人と会うことはやめようと思います。そうですね、そのすごいこの人に会いたいと思ったら会うっていう、そうやっぱりなんとなくね、社交的であるべきとか、たくさん人に会うべきっていう、なんとなく世間のね、イメージがあったりするんですけども、それは本当にインスピレーションが湧いた時に動くっていうのをデフォルトにして、とにかく動けではないんですよね。うちの夫もそうですけど、やっぱり自分の感覚をすごく大事にしてるんで、お誘いもちろんあるんですけど、ほとんど行かないですよね。で、気分が乗ってる時、自分が行きたいな、あこの人会いたいなっていう時に行きますけども、それ以外は別に自分から湧き起こったもの以外は全然普通に俺ええわってお誘いに乗ってないですね。なんでその無理に全部行く必要もなくて、人お付き合いとかっていうのはないですね、夫の場合は。そうそう、で自分が本当にもうめっちゃ楽しい、もう絶対行きたいっていうね、 100% よくメンターが言う Hell yes って英語で言うんですが、 Yes ってもう喜んでって、もう心の底から言えるもの以外は No ですよっていうことでもあるんで行かないんですね。なんでね、そうそうそう、ぜひ自分とのその自分の感覚をね大事にしてください。ね、インスピレーションに従って会いたい人と会いでいいなとピンときたら言葉にすることにします。あ、いいですね。優しい、また的確なアドバイスありがとうございました。 いい質問ありがとうございました。こちらこそですよ、ありがとうございます。テレサトさん、続いてエリさん、あ、黙読でということなんですね、ありがとうございます。で、カズオさんとエリさんの会話が面白くて拝読しました。そう、アフガードの話もねエリさんしてくれたんですけども、アフガード好きです。ハベユキさん、初めてコメントさせていただきます。あ、嬉しい、ありがとうございます。レイチェルさんの瞑想音源で毎朝瞑想が気持ちよく続いています。いつもレイチェルさんの癒しのお声にうっとりしながら昼寝や夜寝る前に拝聴しています。昨日メンバーシップにも入りました。あ、そうでしたか、ようこそ、ありがとうございます。でも瞑想音源ね、嬉しいです。瞑想のこのチャンネルの再生リストに瞑想を4つ並べたリスト作ってますので、よかったらご活用ください、嬉しいです。先日南伊豆にシュノーケリングに行ってきました。あ、いいですね。数年ぶりのシュノーケリングでしたが、感覚が変わってびっくりしました。というのも数年前、思考ガチガチで仕事や人間関係に疲れ果てていた時に休みを取っていったシュノーケリングは、波に漂う気持ちよさ、魚たちと一緒に泳ぐ気持ちよさに感動したんですが、今回のシュノーケリングはそこまで日頃の感覚、特に朝瞑想の時の感覚と良い意味でギャップがなくてびっくりしました。あ、これすごいね、自然なこと、ナチュラルなことなんですよ。数年前瞑想なんてしたことなく気分が悪いことが多かったから、シュノーケリングの時間が数少ない瞑想に近い状態だったのかも。それが今は毎朝瞑想でこの気持ちよさを感じられていて、なんて贅沢なんだろうと思ったのと、アライメントできてる時間が増えてきたからかなと感じて、なんだか嬉しかったんです。まさしくその通りです。これね、実はその思考ガチガチで仕事に疲れてたっていう、すごくね抵抗の強い状態だった時に、アライメントって言いますけども、専門用語でその 99.9% の愛のコンセントにさせた状態を体験すると、すごいギャップがある分、
ぶわーって感じるんですね。つまり日常でその抵抗がめちゃくちゃ多いところからね、あの感情のメモリーっていうとすごい高いところに行くんで、だから冷水からあったかい温泉に入るとうわーって感覚あるじゃないですか。でも慣れてくるとそれが普通の状態になってくる。それぐらい温度差が高かったんですよね、まあ、温度ではないんですけど、なんですけども、日常的にその瞑想をするようになって 99.9% の、ね、愛のソースとつながる時間が増えてきて、でその感覚が非日常じゃなくなってくると、ね、そのギャップが少なくなってくるっていうことなんですよね。なんですごくいいことなんですね。これ瞑想をするときに最初その抵抗が強いときに瞑想をして 99.9% のこの到達できた心地よさ、アライメントを感じられた時の感覚って一見ビビッドと、最初なんでビビッドに感じるんですけど、徐々に慣れてくれるとそれがナチュラル、自然なことになってくるんで、ギャップが少なくなってくるとそんなに衝撃的に感じなくなるんです。でみんなちょっと勘違い、たまに勘違いされる方がいるんですね。それこそメンターのエブラハムに質問する人もいたんですけども、なんでその感覚がちっちゃくなってくるんですかって質問された方がいたんですけど、それはそのギャップが少なくなってきて、それがノーマルになってくるからなんですよ。だ最初瞑想する時のこの体のすごいうわーっていうのが減っちゃったのが悪いことなのかな、ではなく、それが普通になってくるんで、体もそれに慣れてくるからとってもいいことなんですよね。なんですごくね、そのシュノーケリングももちろんね、それ瞑想状態にさせて、つまり思考が休まるっていうことですよね。日頃の日常のいろんな思考が休まって、 The power is in now って冒頭でお話したように、今この瞬間その魚たちとの時間、水の中で見えているこの景色だったり感じているものを味わうっていう、このパワーをちゃんとしっかりね味わってる状態っていうのを瞑想でもねできるわけですよね。その瞑想でその瞬間のこの思考が休まって、今この体にいる感覚、つながってる感覚っていうのを味わうっていう、その違いなだけで、それがアライメントがね日常的に出てくるとスペシャルなものでも何でもなくなってきて、つまり非日常じゃなくなってくるっていうね。なのでそれはすごいいいことなんですよね。なんでぜひぜひ続けてください。素晴らしい続きが、私も韓流ドラマ大好きです。トッケビやストーリーはもちろんサントラも大好きでたまに聞いてます。あ、いいですね。音楽もねまたいいですね。私女優さんとか俳優さんの演技も素晴らしいなって、違う作品で見た、ね、高校生役の彼女とかもすごい可愛い、演技が可愛いなとか表情が可愛いなとかね、うん、思いながら見てますけども、ね、最近はもちろん字幕を見てるんですけども、単語をね、この単語はこういうことなのかってちょっとね韓国語の勉強にもつながるかななんて思って、勉強っていうかね勉強はしてないんですけど、なんとなく単語を覚えるの、まあ、楽しみの一つにしてますね。ハビユキさんありがとうございます。あ、カズオさんも素敵なコメント、調和させる思考をくれたのはレジルさんです。なんて嬉しいコメントありがとうございます。こちらこそです。ただ八戸が好きなラジオ DJ だったら応援したいなと、それだけだったんですが、結果自分の埋めたい部分にどうアプローチすれば僕は満足するのかと結びついて、浅はかさを認識し目から鱗が落ちました。で、ああそんなことないですよ、浅はかじゃないですよ、うんね、嬉しいですね。でもね、そう、晩酌クラブについてね書いてくださってますけど、ありがとうございます。そうですよね、もう八戸つながりでこのチャンネル聞いてくださってたら、意外となんかいろんな心の話してるじゃんみたいなね、お酒の話だけじゃないんだみたいなね。カズオさんいつもありがとうございます。ラジオネーム桜猫さん、
レチェルさんの言葉が私の乾いた気持ちの中のオアシスとなって涙が溢れます。必要としている方々に必要なものを届けるためには分かってもらおう、説得しよう、説明しようを手放してとさざ波のように語りかけていただき、必死に握りしめていた頑固な私の心を手放して溶けたような気がします。レチェルさん、いつもフォローしていただきありがとうございます。こちらこそです。すごい素敵な表現ね、桜美子さんありがとうございますね。やっぱりこういう世界を平和でお互いを尊重ね、動物も人間も尊重し合える、そして今物理的にいただいたこの体を持って生まれた命を同時に一緒に味わえる大事な存在として一緒に楽しめる環境が作れたらいいなっていう思いがとても強い分ね、そうじゃないものに対してのその歯がゆさもあるとは思うんですけども、その愛のコンセント 99.9% のソースとつながっている自分のコンセントを抜いてしまうと、そのパワーがなくなってしまう。本来提供できるパワーとかね、インスピレーションとして与えられるパワーが失われてしまうので、ぜひね、そのアライメントね、コンセントをつないだ状態、愛のサングラスをかけて愛のコンセントを挿した状態が1分1秒でも長い方が生き物たちにとっての最大のギフトになりますのでね、ぜひね、望む世界に目を向けて、望む世界を実現する意味でのそのエネルギーでも十分ヘルプになりますので、それをポジティブな形で発信できて、ポジティブなつながりができて、そしたらどん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 仲間も増えていきますので、その説得もね、正当化も説明も必要ないぐらい自然とそういう仲間が引き寄せられてきますのでね、心配しないでください。実はね、うちの夫もすごく、うちはコーギー飼ってますけども、そういったね思いもあったりして、なんでハッピーな発信をして、その愛のチャンネルに合った発信をしていると、愛のチャンネル、愛のサングラスをかけた視点でのそういう同じ志の人たちが集まってくるっていうね、そういう仕組みって言ったらあれですけど、そういう風になってますので安心してください。桜猫さんありがとうございます。続いてねねねさん、レッツルさん、夜型で明け方に寝たり寝る直前にご飯食べたり、なんだか生活リズムが私と似ていて嬉しいですありがとうございます。嬉しいです。私も夫も昼寝本当によくするんですよね。2人ともはフリーランスっていうこともありますけども、インスピレーションに従って、なんで世間がこうだとか普通はこうだとかね、それにはまんなくても生きていけるし幸せになれますよっていうのをね、なんとなくね、インスピレーションとして、あ、こういう人もいるんだっていうね、思ってもらえたら嬉しいですね。いや、でも寝る前に、昨日は珍しくラーメンでもなく TKG 卵かけご飯でもなく、昨日は夫が買ってきてくれた、何だったかな、名前忘れちゃった、あれもうすぐ忘れる、アボカド大好きなんですけど、アボカド味の、ちょっと待って、チップスじゃなくてブリ、なんだっけ、あれですよ、チップスなのかな、ディップ、ドリトス、アボカド味のドリトスで、それもね、どのブランドだったかな、どれだったかな、これだったかな、アボカドチップスの、グアカチップだったかな、いっぱい出てるんですけど、パッケージ昨日写真撮ったのにな、多分アボカドチップスだったかしら、ちょっとまたそれはまあさておき、アボカドチップスに、まあ、スパークリングワインを飲んでたんですよね。その前は自分で
梅シロップを、まあ、オイシックスのキットで作って、それに焼酎、あの黒木本店お鈴山蒸留所の山猫とサンペレグリーノっていうあの炭酸水、強炭酸のものを割って飲んでいて、ま、その前はあのブライズメイドって親友、近所が親友に、あ、親友が近所に住んでるんで、ご飯作っていろいろとパスタと、あとカルパッチョですね、サーモンとマダイのカルパッチョと、あとジャガイモと、タコのペペロンですね、ニンニク炒めと、あとサラダですね作って、他にもおつまみ、あ、そうか、カプレーゼですね、カプレーゼっていうか、そのミニトマトとモッツァレラとアボカドのサラダを作って、まあ、いっぱい食べてたんですけども、その後友人が帰って一人の晩酌、あんだけ食べたのにまだ食べるのかっていう状態で、まあ、トッケビ見ながら、韓国ドラマ見ながら、そのアボカドチップスとさっきの自分で作った梅シロップの焼酎割りで、その後にさらにまたスパークリングワインを飲んでたんですよね。でそれでもやっぱりなんか寝る直前にやっぱ締めのなんか欲しいなと思って、自分で、まあ、夕ご飯の残りで作ったお味噌汁、なめこと、それから油揚げと、そして人参とわかめの具沢山味噌汁をたっぷりと、すごい具沢山なんですね、もう人参もいっぱいだし油揚げもいっぱいだし、すごく具沢山で、なめこも美味しいし、でお味噌汁で満足して昨日は寝ましたね。そう、寝る前に満たされた、お腹も心も満たされた状態でね、床に着くとすごい気分がいいんですよね。でねねさん、ちょっとねいただいたあのコメントにすごい脱線しちゃいましたけど、同じリズムでしたか、嬉しいですね、ありがとうございます。続いてラジオネームタンタンスキさん、こんばんは、レチェルさんの真似して深夜のカップラーメン食べたところでのコメントです。あ、そうですか、何食べたんでしょうか、教えてください。明日はデートなので、あ、ということは今日がデート中なのかな、自分に甘々で波動を上げるべく好きなことをしてから寝ようと思ったら、レイチェルさんにコメントすることも好きなことなので、また自分勝手にシェアさせてもらいます。あ、いいですね、いいですね。レイチェルさんの受験勉強必勝法、行きたい大学のポスターを眺めて妄想して寝るって、なかなか人に勧められないし、周りの人が心配モードに入っちゃいますね、笑い。でも見事9割打率、すごい、さすがですと。うん、嬉しいですね。これね、そう、大学のポスターもそうなんですけども、高校生の時ってなんか見学に行くんですよね。でそのキャンパスで撮った写真をずっと眺めていたんですよね。で実際自分も見学に行ってるんで、すっごい綺麗なレンガ作りのキャンパスで、そのそこを想像したらすごいワクワクしてきたんですよね。でそこで教えてる先生が、うちの母がすごく憧れていた英語教育でも有名な鳥海久美子さんが英語教育をやっていて、うちの母がむしろもうワクワクしてたんですよね。でそんな母がワクワクしていて、私特にあの勉強したいとかしたくないとか それすらもなかったんですけども、なんか、あ、ま、英語は好きだし、もっと英語を勉強するんだったらここでもいいかなぐらいの、すごい上から目線でね、ただすごい綺麗なおしゃれなキャンパス、英語勉強できるんだったらいいじゃんみたいな、ワクワクみたいなノリでしたね。で続きが、私もプラプラ散歩しかしてなかった時、マッサージも週4で2年くらい通ってましたね。マッサージの受付のお姉さんが私が働かないことを心配して、あそこのスーパーレジ募集してたよとか言ってくるくらいでした。親兄弟もバイトしないのとか、子供を幼稚園入れないのとか、かっこ普通の幼稚園は募集面接も特に終了、しかしなんかピンとこないし、何か言われても気にならず、相変わらず散歩マッサージし続けた結果、収入が当時は 5.56 倍に増え、
4月入園ギリギリまで募集していたインターンに入りました。あ、すごいですね。良かったですね。3月に受験して、当然住む地域もインターンの近くに引っ越し、引っ越し屋さんもグレードのアップにびっくりしていました。その後も引き寄せ人生は続きますが、長いので今日はここまででお願いします。あ、シェア、ありがとうございます。いいですね。そう、結果を例えば気にしないで今この瞬間味わう、 The power is in now って冒頭でも言いましたけど、その今を、今の感覚を大事に、今のチャンネルを大事にっていうのがすごくキーですね。素敵なシェア、ありがとうございます。タンタンスキさん。続いてマレちゃん。リュウジのお兄さんの話題が出てきて、動画の途中でリュウジさんの方に飛んでいってしまいました。かっこ笑い。小一の息子が卵かけご飯を愛してやまないので、これから定番になりそうです。リュウジさんの影響でずっと敬遠していた味の素もうちのストック品になっています。あ、そうでしたか。ね、あの、意外とみんなイメージでこれには科学的なものが入っているって思ってらっしゃる方がいるんですけども、実はそのちゃんと調べてみると、科学的なテクニックを使って自然なものから自然なものを抽出しているっていうものだったりするんで、そうなんですね。これはダメなんだよとか、あれはダメなんだよっていうふうに意外と思ってる方も多いんだけど、実は技術を、科学的な技術を使って自然なものから成分を抽出 しているっていうね、ものと科学的なケミカルをごっちゃにしてるイメージが結構ねあるんで、そういう意味ではね、あの、敬遠しなくても大丈夫なものが実はあったりするんですよ。まあ味の素もね、そうなんですけどね。そうそう、なんでその作り手さんの、その大きく、会社が大きくなると意外と誤解されるものはあったりするんですけど、あの、大元の抽出した成分がどこから来てるのか、あの、意外と自然から来てるものがあったりしますんでね。そうそうそう。続きが、以前レッチェルさんがご紹介くださったクラシルの無限ナスは小3の娘の大ヒットおかずになりました。あ、よかった。近々鳥羽シェフのレシピ、かっこ唐揚げとポテサラにもチャレンジしています。あ、いいですね。そうそう、無限ナスってすごい私もあのハマって今日も作ろうかなと思ってるんです。私もともとナスあんまり得意じゃなかったんですけど、あ、美味しいと思って、最近オイシックスでよくナスを注文するようになったんですよね。だから不思議ですよね。これ苦手と思ってたものが調理方法だったり、あと鳥羽さんとかのね、あの鳥羽シェフのキャラで、あ、これいいかもと思えたり、あと、あの、リュウジのお兄さんはもう最初ね、もしかして飲まない人は、こういう人酔っ払ってるじゃんって一瞬引いちゃう人はいるかもしれないんですけど、私母におすすめして、これすごい面白いよって言ったら、このお兄さん結構にぎやかねって、この声があれで中身が入ってこなかったって言われたんですけども、まあ、それも慣れればね、すごい楽しいし、私嫌いじゃないキャラなんで見てるんですけど、でもね、本当卵かけご飯ね、だって熱々の白米に、まあ白米じゃなくてもご飯に、すごい熱々のものに卵白を先に混ぜて味付けして、で卵黄を途中で乗せてお醤油乗せて混ぜるっていうね、なんか卵白が先に熱でふわっとしてくるっていうね、そこがまた全然違いますよね。一見全部卵を溶いてお醤油入れて混ぜるのと全然違うんですよね、その感触がね。ぜひやってみてください。うん、ね、聞いてらっしゃる皆さんも、お、何リュウジって、料理研究家のリュウジさんなんですけどね、あの、このチャンネル聞いてる人でリュウジって言うと鏡リュウジさんって思う人もいるかもしれませんけど、あの、ちょっとほろ酔いで料理をしている料理研究家のリュウジさん、まあ、面白いで
ますのでね、ぜひ見てみてください。続きが、そして丁寧な3ステップのお話ありがとうございます。生涯情熱を持って打ち込めるような何かを見つけなきゃと焦っては、秋っぽい自分を責めるというのを学生時代か繰り返してました。レッスンさんの動画に出会ってからは焦ることなく、のんびり今を楽しむ幸せを味わっていますが、もっと昔の私に早く教えてあげたかったな。いつも気づきと愛がたっぷりの素敵なラジオ、本当にありがとうございますと。あ、嬉しいです。こちらこそですね。そう、意外とそのパズルのピースを 2,3 はめて、この絵どんなやつなんだって焦るんじゃなくて、そのパズルのピースをはめていく、この今のこの瞬間を楽しむっていうのが実は重要で、その今のパズルのピース一つ一つを楽しんでなかったら完成しないわけですからね。完成する前にストップ、あ、なんか1個か2個はめて全然楽しくないじゃん、何これ、何につながるのって打ち消してしまうことが多くて、で一見そのパズルのピースの一つ一つが脈絡がないように思えたとしても必ずつながってますのでね、これ関係するんだろうか、これ未来につながるんだろうかっていうのを気にせずに、The power is in now。 この今このパズルのピース、そして違う形のピースも楽しいし、なんか全然離れたところにあるように思えたとしても今を味わうっていうね、今日のお話でした。まるちゃんありがとうございます。続いてママみさん、なるほど、私もいろんなことしてました。あ、これやりたいことが見つからないと思ってる方へっていう一つ前のね動画に関してですね。楽しいなーくらいで終わってます。未来に生かされたらいいなー、そう、生かされたらってことですね。未来に活用できたら、うん、自分一人の時間は未だに作れてないことに気づきました。そして今朝は自然いっぱいのところに行きたい、ググってお気に入りを見つけたいです。自分軸も 大切ですね。暑いので体に気をつけてくださいね。あ、ママママミさんありがとうございますね。うん、そう、その未来にどう生かされるかっていうのは私たちの仕事じゃなくて、今を楽しむのが私たちの仕事なんですね。今自分のために自分がリラックスして余白、受け取る余白も作ってあげるのも大事なんですよね。で、未来に生かされていくっていうのはもう私たちやんなくても心配しなくても必ず生かされてくるんで、私たちの仕事じゃないですね。私たち全く心配する必要がないっていうねことなので、ぜひ朝起きたら、まあ、朝じゃなくても起きたら15分間思考を休めて余白の時間を作ってあげて、リラックスして受け取る時間を作ってあげてください。ママママミさんありがとうございました。続いて夏子さん、宗教的にヨガ瞑想禁止されています。あ、そうなんですか。占いもエイブラハムかっていうコメントですけども、うん、そうか、禁止されてるってことは、いろいろと大人の事情がきっとね、団体さん組織とかってあるでしょうからね、制限されてることも多いと思いますけども、一番大事なのは夏子さんが幸せであるってことですね。夏子さんが心の中で平穏であるっていうのが一番大事ですので、そのたとえ禁止されているものができなかったとしても、自分の幸せチャンネル、自分の愛のチャンネルに選ぶ自由は誰にも禁止されませんので、ぜひね、日常生活の中でこれいいなとか、これ楽しいなとか、心地よいなって思うもので自分を満たしてあげてください。まあ、愛のコンセントを指す時間はね、なかなかそのメソッドによっては宗教的にダメですよって、愛のコンセントを自分で指しちゃダメですよって言ってるわけじゃないんですけど、まあ、結果そういうね、いろいろとあるんでしょうけども、自分が心地よいチャンネル、心地よい時間を選ぶっていうのは誰にもそのコントロールはできないものですので、ぜひね、ハッピーなものだったり、美味しいなとか、リラックスできるなとかね、自分自身を大事にしてあげてください。でね、
もちろんねご自身の選択でそこに所属されてると思いますので、アライン、決めたことにアラインするっていう動画も参考にしていただきたいんですけど、もしそこに所属して継続するって決めてらっしゃる場合は、それに反する思考を、だって反する情報をあまり取り入れないで、そこにアラインするっていうのも大事なんで、今そこに所属するんだって決めている場合は、ぜひその空間、その環境を楽しむ方法を見つけてみてくださいね。ということで、コメントありがとうございます。続いてマキコさん、久しぶりに聞き直しました。続きが待ち遠しいです。あ、これエイブラハム、 Ask and it's given、 願えば叶うの現象を私が英語で朗読して日本語で解説しているメンバーさんの動画、そう、ちょっと空いちゃってますね、またね、近いうちにこの原書の朗読もね、続き見たいと思います。マキコさん、ありがとうございます。続いてユキさん、レチェルさん、はじめまして。あ、はじめましてですか、ありがとうございます。何ヶ月か前から聞かせていただいています、ありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。レイチェルさんの力強さというか豪快さがとても楽しい気分にさせてくれます。大好きです。あ、嬉しい、ありがとうございます。お声も優しいだけではなく、何か芯が通ってるんでしょうね。それが安心感になるんでしょうか。これからも楽しみにしています。いつもありがとうございます。あ、嬉しい、ゆきさん、ありがとうございますね。え、安心して聞いていただけるってことで嬉しいです、ありがとうございます。またね、いろいろとコメント欄でもご参加いただけるのを楽しみにしています。アルグレさん、反映されなかったコメントの一部ですが、これだけは伝えたくて、瞑想の最新動画の予定、とてもありがたいです。瞑想アプリやレチェルさんの動画も優しいお声で希望のある言葉をかけてくれるので、それが合っています。あ、嬉しい、ありがとうございます、ね、いろんなツールがあるんで、本当にいろんなツール多ければその中から選んでね、この今日はこの気分だなっていう感じでね、活用するっていうのはいいと思いますよ。瞑想中寝てしまったり、うまくできてないのですが、生まれたての赤ちゃんが周りの人に優しく温かく抱っこされている安心感、生まれてきてくれて嬉しいよと向けてくれる眼差し、それが本来の自分ではと感じている今日この頃です。あ、いいですね、いいですね。そうそう、自分に対してもね、それができるっていうのは最高だと思います。いいですね。仕事で気持ちが疲れるので、この感覚とても気持ちいいです。あ、そう、疲れたらぜひ5分でもいいから昼寝してあげてくださいでね。そうそう、やっぱりね、物理的にも体を休めるっていうのも重要ですし、思考を休めるっていうのはとっても重要なのでね。アルグレさん、ありがとうございます。続いてコーンさん、レチェルさん、こんにちは。時々入る恋愛ヒストリーも楽しいです。そう、私よく結構正直に話してしまうんですけど、前 J-WAVE の番組でなんか恋愛の話をしていた時に、ハリー杉山くんが違う時間帯でそれをたまたま聞いてくれてたらしいんですね。で、レジェルさん、ぶっちゃけすぎだよって突っ込んでましたけど、笑いながらね。そう、それぐらい結構ぶっちゃけちゃうんですよね。以下目読でって書いてありますが、 ありがとうございます。コンさん、ありがとうございました。続いてヒロシーさん、レチェルさん、皆さん、こんにちは。今回のテーマは、今の自分にドンピシャでした。あ、これ、やりたいことが見つからないと思っている方への、一つ前の動画ですね。会社と自宅の往復で終わる毎日、仕事は楽しい、家族にも恵まれている。でも、それ以外に何かできることがあるんじゃないか。でも、何がやりたいのかがわからない。そんな毎日を過ごしてきました。そうですね、本当にやりたいことはすでにボルテックスで実現されてるんですよね。心を鬼にしてアライン、それを続けていって、宇宙がどんな世界を見せてくれるのか楽しみに過ごしていきたいと思います。あ、いい言葉。うん、ヒロシーさん、そうです、その通りです。正解二重丸そうなんです。さっきね、夫と聞いてたエイブラハムの音源があって言ってたんですよね。そのみんなワーテックスに
入ってるものをなんか未来ですよね、を、まあ、未来っていうかもう今そこにあるんですけども、まあ、手元に今自分の手元にないから未来に感じるんですけど、実はあるんですけど、そっちに目がいって今この瞬間、さっき言った冒頭で言った The power is in now、 今この瞬間アライメント外しちゃってるんですよね。で、未来に心が行くってことは今コンセント外れちゃった状態になってるんで、その今この瞬間コンセント差しとくと確実に行けるんです。なんだけど、だから何が大事かというと、その仕事をしてる瞬間も仕事を、その仕事を楽しむ。私よく例えば生放送に向けて私たちすごい順番があるんですよね。いろいろ順序っていうか、その段取りとか仕込みって言ったりするんですけど、いろいろ本を読んで、そのゲストさんの調べたりして、でその準備の段階もしっかり楽しんで、で本番も楽しむっていうことをしないといけない、まあいけないことはないんですけど、それと一緒で、例えばちょっと極端ですけど、コピーを取る作業で、なんで私これ俺なんかコピー取らされてんだろうの代わりに、このコピーも楽しむ。で例えばこれ俺の仕事じゃないのにとかっていう思考が入るかもしれないことでも、綺麗に、例えば今はまあコピーなんで自動でホッチキス止めてくれる最新機器とかもあるかもしれないんですけど、でも綺麗に揃ってホッチキスが止められたとか、資料を綺麗に、例えば図をね、ここにグラフを綺麗な色で入れられたとか、何でもいいんですけど、今この瞬間やってる作業すらもアラインしながら、コンセントに挿しながら愛のサングラスでやるっていうのがすごく重要ですと。で、例えば3ヶ月後に、まあ、会社とか仕事でターゲットを達成しなきゃいけないとか、この明確なゴールがあって、みんなでチームで達成しなきゃいけない、じゃあもうゴール、この数値じゃなくて、そのゴールっていろんなものの積み重ねだったりするんですよね。で、クライアントさんとの時間も、そのアライメントでコンセント挿した状態で、お金につながらないクライアントさん、未来のクライアントさんかもしれないし、全然関係ないかもしれない、買ってくれるか買ってくれないかっていうのも関係なく、今目の前にいるお客さんにとの時間をいい時間にする、それに集中していると結果が後からついてくるっていうのと全く一緒なんですよね。なんで仕事は楽しいっていうことで、その瞬間その瞬間を引き続き広瀬さん楽しんで、で家での時間も楽しんで、で自分だけの時間も楽しんでっていう積み重ねが、結果、あ、これちょっとやってみようかなっていうインパルス、まあ、衝動だったりインスピレーション、直感が降りてくる。で、その直感が降りてきた時に、いやでもこれって仕事につながるのかなとか、何につながるんだろうって思わずに素直にやってみると。で、その時何かにつながるように思えなくても、その時はただの点だったとしても、次の点がやってきて、その次の点がやってきて、で繰り返しているうちに線になってくるんですよね。で、ある時振り返ってみたら、それが面になってた、面が今度は立体的になってったっていうのが、実は遠回りのように見て近道なんですね。なんで The power is in now っていうのはこういうことなんですね。これ冒頭だけ聞くとちょっと抽象的でしたが、広瀬さんがこういう素晴らしい質問をね、コメントしてくださったことによって、さらにね、肉付けをすることができました。広瀬さん、ありがとうございます。和夫さん、 TKG 美味しかったですね、ご飯いっぱいで大満足でしたよ、もちろん味変もしましたよ。あ、味変っていうのはさっきの卵かけご飯ね、その熱々のものに卵白と卵黄を分けて、卵白を先に入れて熱々の状態でご飯で混ぜると、ふわっとね、少し半熟になってきて、で卵黄を乗せると、で周りにお醤油垂らして混ぜていただく。で、あ、そうだ、味の素3振りするっていうのも重要ですね。で、途中で味変で、味の変化で黒胡椒をかける、
これたまりませんでしたって。うわー、カズさん美味しいよねこれ。私もう一回やろう今日またやろうこれ夫にもね食べてもらいたいなと思って、後でやってあげようかなと思うんですけど、うん、これ絶対ハマりますよね。続いて、てるてるさん、やりたいこと見つからない、わからない、よく言ってました。目の前の些細なことをないがしろにしろ、ついつい大きいことを探しがちで、かっこ大きい小さいも自分の勝手な思い込みですね、笑い。ああ、何したいのかわからないってなっていましたが、これも前回動画の一足飛びではなく一歩ずつなんだと気づきました。あ、てるてるさんすごい嬉しい。うん、まさしくそうなんですよね。自分の心のコンパスが少しでも触れた目の前のものを楽しんでいきますね。そうなんです、そうなんです、素晴らしい。少しでも触れた、そう、 The power is in now。 今コンパスが触れたんだもん。 Yes ね、結果とかこれどうなるのとか収穫あったのとかも考えないで、 Yes、 とりあえず、そう、エブラハムはいつも言ってます、とりあえずやってみる、とりあえずで、それがね、あの気持ちいいものに関しては、あの結果考えなくていいんですよね。で、思考でこの潰してしまう前に、目を摘んでしまう前に、そういう時のコンセントを挿した状態でふっと湧いてきたものはもうぜひやってあげてください。逆に頭でこれあれこれ考えて、これがいいんじゃないかとか、あの資格習得したらこれにつながるんじゃないかっていうのはもう頭で考えちゃってるんで、あのもちろんね、無駄なことはないんですけども、やっぱりインパルスでパワーがある、あ、やってみようの方が、あの come this way come this way って 99.9% のインナービーンが教えてくれてることですんでね、そのちっちゃい声だろうが大きい声だろうが、あの大小はないんですよね。 come this way って言ってくれてるんだから、ちょっと行ってみようかなってね、行ってみてください。ポップステップは、ホップステップの単なる打ち前違いでしたが、なんだか帰ってよかったでした。あ、そうでしたか。なんか、てるてるさん、あの、かわいい、優しい笑いを提供してくれてんだと思って、かわいいなと思ってたんです。でも、てるてるさん、いつもありがとうございます。そうでしたか。続いて、ももさん。こんにちは、ももです。子育てって何だろうと思うこの頃です。人間として必要な衣食住、歯磨きなさい、お風呂へ入りなさいもコントロールなんでしょうか。息子くんは学校にも行かないし、お風呂や歯磨きまで嫌がり、甘いもの、辛いものを欲しがります。お小遣いも増やしてと、本能のまま野生動物みたいです。放っておく、こちらが限界が来て注意するのを繰り返しです。放っておいて、子供は子供のボルテックスがあるので信用するのでいいんですよね。アラインがよく外れるので、瞑想を増やそうと、ありがとう。そうでしたか。これ、コントロールを手放す、レッゴーっていうね、あの動画についてですけども、ね、あの、そうですね、コントロールにはなりますけども、やっぱり親なんで心配にはなりますよね。歯磨かないと虫歯になっちゃうよとかさ。考えちゃいますよ、それはね。でもそれ以上に重要なのが、もちろんね、お子さんの、 あの虫歯のない、もう望みますよね。あのでご本人のボルテックスの中にもあるわけですよ、健康とかちゃんと。なんだけど今いろいろ、まあ、コントラストを体験しにやってきてますので、まあ、体験中なんですよね。なんでその一番大事なのが、ももさんのアライメントですね。コンセントを外さないのが一番大事です。で、外さない状態で、あの歯磨きにインスパイアできたら、インスピレーションとしていい影響を与えることができたら最高なんですね。ただそこに行くまでやっぱ結構大変かなって思う。目の前でね、そういうことをされてたらなんか反応してしまいますよね。なんですけど、そうですね、なので難しいですね。目の前でずっとそれをされてると、どんなに上級者でもそこから気をそらして自分のアライメントに戻るっていうのは、なかなかの上級者でもきっと、あの特に家族が近いので、あのお酒エスターですらもきっと、もしかしたら近い存在だったら
ね、いろいろあるかもしれませんが、やっぱり起きてすぐ15分から20分コンセントを挿す、まあ、瞑想して、でその後にお子さんなんでちょっと早起きをしていただいて、お子さんと顔を合わせる前にですね、息子さんは完璧な存在であると、私があれこれ言わなくてもおのずと学んでくれると、もし望まないことが起きたとしてもご本人がそれでボルテックスに望みを放り込んでちゃんと軌道修正できる能力があると、息子の中にもインナービーンがいて大丈夫っていうのを書き出してあげる。そして息子さんのいいところを交わす前にですよ、いいところを書いてください。息子は自由だね、息子はフォーカス力がある、つまりお母さんがこれだけ言ってもモンさんがこれだけ言っても好き放題できるってことは、フォーカス力があるっていうね、お小遣いも増やしてっていうね、そのだから願望とかもあると、いろいろね、そのフォーカス力があるとかね、本当にいいところだけを書いてあげてください。その時に余計なものは絶対つけないで、もういいところだけリストに書いといてください。で、そっから今日はブレることがあったとしてももう一回愛のサングラスかけるぞ、自分のコンセントを優先するぞって言ってテーマを決めてください。そして一日をスタートする、これをですねぜひ続けてください。ちょっとね面倒に思えるかもしれないですが、これがあのお風呂入りなさいとか歯磨きなさいっていうよりも、自分のバイブレーション整えて臨む、そしてエヴァミン言うのはプリペイブ、先に道路を、その自分が行くボコボコ道のボコボコをきれいに整えて、そのテーマを設定することによって自分の影響、高い影響、高いっていうのはそのバイブレーション的にですね、そのコンセントを挿したアラインした影響で息子くんにいいインスピレーションを与える方が、言葉でこうしなさいああしなさいよりもパワフルなんですね。そう、私もね言っちゃいけない、言いたくないけど歯磨くの嫌いでした。で歯なんて磨く必要はもう生意気でしたんで、子供の頃から結構思考が発達してたんで、結構そう、歯はなぜ磨く必要があるんだろうかっていう、で小学校ぐらいまで思ってたんですけど、でも途中で気づくわけですよね。なんかあんま気持ちよくないなとか、あるいは例えば好きな人ができたりとか、好きな子とか小学校でもね憧れの子、なんか爽やかな息の方がいいなとかね、なんで子供さんなりにそれなりのコントラストを体験するはずなんですよ。まあ結果それがね虫歯になっちゃった、でももうそれはコントロール私たちにできないんですよね。でたまにじゃあそれこそ本当に歯磨き嫌ですって場合は、もうすごい心地いいナチュラルな植物性の、お子さんも使っていいマウスウォッシュとかも置いてあるじゃないですか。そのマウスウォッシュとかをさりげなく置いとくでもいいですけど、なんかインスピレーションとなる、自分が楽しくやってること姿を見せてると、まあ、多少時間がかかるかもしれないんですけど、はい、でお風呂もに関してもそうなんですね。実は入らなきゃいけないっていう今社会現代の風習があるんですけど、時代を遡るとお風呂って本当に一部の人しか入れなかったもので、それこそすごい1ヶ月に1回なのか分かりませんけど入れなかった時代があるわけですよね。そのためにお香というお香で着物を抱きしめてとか、ま、一部の人しか気軽に入れなかった環境の中からお風呂文化っていうのも入ってきて、シャワー文化っていうのも入ってき
て、なんでその入らなきゃダメだっていう、入るもんなんだっていう視点から見ると入らないっていうのがすごい抵抗に感じるんですけど、大人でもいらっしゃいますよね。その入らないで本当に入りたい時しか入らないっていう人もいますし、でむしろそのメンターはエブラハムは自分の中から沸き起こらなかったらしなくていいですよと、家の片付けも家事もしなくていいですよぐらい言ってるんで、お子さんもそうなんですよね。だからそのそれなりのご自身の中のインスピレーションとかアラインしてない状態としてる状態って子供もあるんですよね。なんでそのタイミングでお子さんの中で何が起きてるかっていうのは親でもわからないんですよね。なんでご本人が入りたいなって思える、ね、復帰が来たら入ればいいなと思うんですね。でもやっぱり例えば夏だし汗かくし汗臭くなるし、人に何か思われるかもしれないっていう外側のものをやっぱ気にしてしまって、自分のコンセントを外れるのはすごくもったいないし、でそこがね一緒に住んでたりすると難しいところではあるんですよね。なんでまあ入りなさいよ以上にお風呂入ってああ気持ちかったなっていう、そのすっきりしている表情のももさんの方が実は説得力があったりします。 Words do not teach っていつもエブラハム言ってますね。なんで言葉よりもその気持ちよさそうにしてるハッピーであるももさんの方が何百万倍もパワフルですよっていう、ちょっと参考になればいいなと思います。ね、コメントありがとうございました。ということで今日はこのあたりでお開きです。最後まで聞いてくださって、そしてたくさんのねコメント感想をシェアありがとうございます。で特にねコメントをしたことがないけどいつも聞いてくださってる皆さん、本当に本当にありがとうございます。 Fine Tune Radio with Rachel Chan. Thank you for listening. Bye for now.